こんにちは、のぶ吉岡です、えー、のぶジャイブファミリー、最近ちょっとうるさいぐらい言ってるんですが徹底的に、えー、前,乗前乗りコンバージョン前乗りコンバージョンやっちゃいましょうっていうことなんですよねアプローチでコンバージョン体の切り替えによって前乗りにしてこのコンバージョンができるかできないかによって 本当にあの、ジャイブのバリエーションっていうのはものすごい広がるんですよね。フォアレーキでグーっていったりとか、ちょっとレイダウンっぽくとか、もう何でも OK なんですよ。結局体の位置なんですよ。体の位置さえいってれば、レイダウンだろうが実言うと何でも一緒。そんなに変わらない。<laughs> っていうことを本当にね、えー、言いたいですね。今まで私レイダウンあ,のあんまり好きじゃないよっていうのは、このコンバージョンがほぼ みんなできてないんですよね。だから、セールを巻き込んでレイダウンにすると、後半逆にレイダウンしたんだけど、失速してしまう。っていうこと。これ意味があんまりなくなっちゃう。うん。ただ、コンバージョンができてれば、セールを巻き込もうが何しようが、体でノーズを抑えられますんで、うん。多少ね。多少っていうか、かなり抑えられますんで、巻き込もうが何しようがあんまり関係ない。だから、結局、ノーマルジェブもそうなんですけど、レイダウンでもフォアリーキでも、 コンバージョンができるかできないかによって、本当にこう、失速しないジャイブができるかできないかって結構決まっちゃうんだよね。だからそれを身につけちゃうと、実言うと、ジャイブってのは本当に面白くなる。ここがすごいポイントなのでね、最近ちょっとすごい言ってるんですけども、その、うん、いや掴んでください。そのためにこれ何回も何回もね、こう、同じような、こう、動画を作ってお送りします。身につけてください。そうすれば一般的なジャイブ、じゃない。 えー、残り10%の本当に上手いジャイブ。10%ないのかな減った数5%ぐらい。そのジャイブができるようになるあなたはそのゲレンデヒーローになるんですよ。そうすると。<laughs> 絶対そのゲレンデで、ね、このコンバージョンができればヒーローになります。えー、あの人、プロ選手より上手いよねっていうこう話ぐらいになっちゃう。うん、だからもう身につけてください。難しくないです。えー、今まで知らなかっただけだから。 これを知ることによって練習するのって身につけちゃえば、本当にもう、うわあの人すごいね。浜市だよね。っていうね、もう称号をいただけますので。ぜひとも覚えてください。ええー。じゃあ、まあ、あのー、じゃあ、ま、あったこないですけどね。これ、ちょっと流れからちょっと見てみましょう。これ、セールは 4.6?7? あまりよくわかんない。えー、ボールは78リッター。っていうとこです。えー、じゃあ、流れから。うん。まあ、流れを見てもらえばわかると思います。 まあこれ普通のセーリングオムですね。セーリングオムもこう前足支点。今なんかね、前足支点なんですぐボードが、ね、スピンアウトするので戻ってしまうっていうね、こう前足支点からちょっとやっていきましょう。これ空です <laughs>、はいねお。結構入ってますね。ぐーっと下らしてきて、これは今後ろ。でも、どっちかと,いうと、うん、しっかり前でノーズを落ってやってる、あ、ここれ。これ、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 これ。ね、ちょっと失速してますよね。これはあのー、やっぱりちょっと巻き込みすぎてるっていうのがあるんですけどね。 いいですかじゃあちょっとこれからいってみましょうか。ねえー、ずっとね、これ見て。うん、まあね、これは前足完璧にしてるんですね。前足でガッと押さえてるてのが分かると思います。自心がどこに乗ってるかっていうのがね。はい、で、ここで下らしてきて。えー、下らしてきて、後ろ足膝ざ曲がってますね,、まあ、ね。これでも実用言うと後ろのりっぽいんだけど、前足でぐっとしっかり押さえてるっていう前足してるの実用となってる。<laughs> 後ろ足一本じゃないですね。 はい。で、ここで下ってきて、ここからね、コンバージョンです。これ腰落としてね、ここまで来てますからね。はい。おーっと来た。ここから極端にこの腰の位置が変わります。このコンバージョン覚えてくださいよ。しっかりと。おー、力入ってるな。これ久々から力入ってるんだ、これな。<laughs> はい。で、ブームエンドをちょっと下げてここから入ります。ここからゆっくり行きましょう。コマ送りで。ほら、だん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 腰の位置が前に来てる。 前に来てる、前に来てる。ほら、腰の位置です。ほら、腰の位置がぐーっと前に来た。このコンバージョンを完璧に覚えてください。はい。ね。ここまでコンバージョンで腰の位置が変わって前に来て、体で脳ズを押さえてますから、部分ンドを下がろうがなんでも関係ない。逆に、あのブーメンを下げた方が、セ能ルのパワーポイントが内側に入りますので、ターンが小さくなるね。これ、ーメン度下げないとターンって大きくなるんですよ。まあ、これがまたあの、えー、ターンの質を変え方にもなってくる。 えー、ただ単に下げればいいって問題じゃない。ターンを大きくしたければ、ブーメンドそんなに下げなければいい。セルのパワーポイントが前だから、そうするとターンが、えー、なんだ、ちょっと大きくなって、本当に失速しないで、こう、ぐーっと行ってくれるって、まあ、これスラル向ム系に、スラロ向けじゃないか、えー、そういう使い方もあるわけ。うん。だから、ジャイブのこのターンの買い方として、そのセルのパワーポイントを変えるっていうパターンもあります。ただ、このブーメンを下げてやると、コンバージョン。体でノーズを抑えるっていう練習がすごいになりますから。 体がすごい前に出て、ブーメンドそんなに今度は逆に言うと、下げないでいくと、ターンが大きくなってスピードが乗りすぎちゃうっていうパターンもあるんですよ、えー。その辺で多分悩んでる人もいるかもしれない。だから、ブーメンドの上下によって、それのパワーポイントってあの前から後ろへ来ますからね、えー。それでターンの質、変える。これはボードの大きさにもよるし、うん、自分のターンの好きなターンがありますから。えー、これはそこで変えてください。私は結構極端に下げます、えー。で、コンバージョンで。 絶対ノーズが上がらないように体で押さえ込んでほら、分かるでしょこれ。体で押さえ込んでるか分かるでしょ前の膝にしっかりと、前の膝っていうかね、前にしっかり乗ってますよね、頭がね。膝の上に頭があって、しっかり乗ってる。で、ブームエンド下げて。これだと絶対ノーズ上がらないです。そのパワーポイントは絶対後ろですかね、体のね、これね。普通だったらこう、頭の位置が、えー、ブーム手のちょうど手幅の中心にあったら、これノーズが上がってジャイブできないです。ここぐらいまで行ってくれると嬉しい。このコンバージョン覚えちゃってください。 この形。ね。これは前足のかかとが多少上がるが何もそんな関係ないです。こんだけコンバージョンできてれば。うん。そんなあの細かいこと言わない。<laughs> えー、これ結構巻き込んでるでしょええー。そう。巻き込んでる。うん。まあ、この後修正してね、巻き込まないフォアレーキやってますけども、これは別に巻き込んでても構わない実用と。そんな細かいことは気にしない。 うん。こんだけコンバージョンができていれば巻き込んでても関係ないんだよ。あんまりね、自習だね。あとはセールを最後の送り出しを早くすればいいだけっていう話になりますので。はい。グっッときた。うん。コンバージョン、体がう、うまだ前に行ってる。ね。レールをしっかりで、倒れ込みない系、しっかりでしょ。炭につくぐらい。セールも炭につくぐらい。体が行ってるじゃないですか。体が倒れてるっていうところは重要なんね。そうしっかりレールが入って。で、これは押し込み始めて、体が。 ね。で、これはセールを前に出して送り出していくんですよ。ぐーっとセールを出してきて。ね。で、これはブーメンの内径に持ってる。だから、メンの内径ってのは結局はこの、あの、内側に、あの、体が倒れて今んだままにしとくってことなんだよね。ほら、斜めになってるでしょ、体が。これがフラットに戻ってしまうと、ボードがフラットになって、ここでセールを返した時に、すごいセールが遠くなってしまう。っていうパターンになるうん。ね。んで、ここでレールがザーッと入ってます。 で、セールをここで内傾したままセールを返す。っていうことね。ええ。これちょっと体が遅れちゃいましたね、最後ね。うん。これで頭の位置がぐっともうマストでもっといけばいいっていう。そうするとノーズが上がらなくて済んだんだけど、ちょっとこれ最後はね、あの、修正してますね。うん、で、今回はそんなことじゃない。<laughs> コンバージョン。とにかくコンバージョン。もうここを覚えてもらう。ぐーっときて腰の位置ですよ、問題はね。 腰の位置がこの位置からぐーっと前に来て、どん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 前に来て、これぐーっと中心、一回振ってフラットに戻して体が上げて、これぐーっと前に、前に前に前に行けっていうコンバージョン、コンバージョン、コンバージョン行け行けね、前から覗いてるでしょ、ぐーっと、ジャグル出口のぐーっと前へ。で、レールをしっかり入れてね、前足してるんですよ、完璧。で、後ろ下、ぐーっと蹴り込んでるっていう感じになる。 で前足一線で後ろ足がって蹴り込んでるという感じですね。そうなんです。コンバージョンです。とにかくコンバージョン。体がグーッときて何回も何回もやりますよ。このコンバージョンをイメージつけてください。コンバージョンをイメージつけてください。コンバージョンですよ。ほら、完璧に前の膝に頭が乗っかってるみたいな、そこまでコンバージョンしてる。 で、目線をガーッてジャブの出口の方に向けてるぞって。ほら、来たここ。このコンバージョン。完璧に前進してるんでしょどう考えても前進してるんですよ。うん。で、後ろ足で視点をして、ガーッてテールを押し込んでる。っていうイメージ。で、これはセールを返すタイミングで、こう、前にセールを回すと送り出しっていう法則で送り出してセールを返す。ね。で、ここのところでね、あのマストでね、近くに持っても構わないです。ほら、近く持ったみたいな。 <laughs> ね、近く持って、体が近く。内径をしたまま、レールを入れたまま、正路を返すということが重要。でこれ、ちょっと体が浮きましたね。ええ、そんなことはいいということです。ててね、はい、OK! ね、です、えー。とにかくね、コンバージョン。ここのイメージをしっかり持ってください。これをすることによって、あなたは一般のジャブじゃなくな,くなりますから。 えー、プロクラスのにに急に変わります、えー、プロの中でも一部のっていうね感じの,あのなりますんでぜひともねアマチュアだったらもう浜市君完璧になりますからこれはボトムターンも一緒です、えー、ボトムターンも一緒だし全部一緒ですからねこのコンバージョン使えるか使えないかでもう運命の下がりますから もううう私かからら言うと100か0ぐいいの運命の差が出ててしまうっていう形です、まあ、使わなくてもいいし使えればですよ使えればいいわけですから覚えちゃえば使わない自分もありますからね、えー、でも覚えてしまったら本当にあなたは、えー、ソ連の一般の、えー、んジャイブしてるなっていうのからおおすごいねあの人プロですかっていうそこぐらいの極端な差が出るっていうのがこのコンバージョンです 前乗りコンバージョン。完璧に前にね。これをしっかりとイメージつけてくださいね。ぐーっとして。で、あとは精度、目線を変えて、精度を返す。っていうことになります、ね、何回も行きます。もうイメージで完璧に覚えてください。このコンバージョン。体がぐーっと裏。このコンバージョン。覚えてください。 必ず変わります浜市になりまますすにな誰かも称賛させるジャイブができるようになる。ということです。このコンバージョン。覚えてください。ですね。カ、え、タ、ー、コンバージョンだけですね。だからね、ものすごい意識するのね。やっぱりそのコンバージョンをやるためにどうするかっていうね解説もしてますんで、その一つ一つを積み重ねていくっていうことが重要になると思いますので、えー、今回も、えー、コンバージョン。もうとにかくコンバージョン覚えようよっていう、もう本当に変わりますから、もうぜひとも身につけてください。 ええ、本当にそうするとね、多分ね、この日本のこのジャイブのレベルがもう一気に上がる。一気に上がるんですよ、絶対に。こう、各ゲレンデで。だってそれをできてる人が全然変わって、すごいかっこいいジャイブだから、みんなそれを今度真似するんですよ、実言と。かっこいい人の真似するんですよ、絶対に。あなたがもしね、もう日本、あの、全国にね、あの、ファミリーの方いますけども、これを覚えてジャイブしたら、あなたの真似をする人が絶対出てきます。で、身につける。そうすると、 すべてのこう、ジャイブのレベルがガーッと上がるわけ。こうすると波乗りのボトムタウンのレベルが上がる。日本のレベルが一気に上がります。だからぜひ見つける。ええー。あなたがこう、スタートみたいな感じになりますから。でそれでみんなが真似し始めて、うわー、かっこいい人ね。あなた、本当にね、浜市君になれるかもしれないみたいな。もう覚えちゃえば、みたいな。やりましょう、みたいな。ええー。これはあのー、実はそんな難しくない。意識を持つだけ。 知らなかったことですかね知らなかったことを知った。もうあなたは知ってますからね。それを形を作る。形を作る。そうすると知らず知らずにだんだんできてくる。そして知らないうちに教えてくださいって言う人があなたの周りに会われる。教えてくださいって言われてもあなたをずっと見てて盗む人が絶対出てくる。そうすると日本人のレベルが上がる。っていうことなんですよ。ええー。ぜひともこれこう、やりましょうよ。みんなで。ええー。もう覚えて。 日本のレベル上げちゃいましょうよっていうね、えー、とこなんですね。えー、えー、コンバージョンです。とにかくね、ある程度レベルがジャイブできてきたら、コンバージョンを、前イりリコンバージョンを身につけてください。えー。 あなただけじゃないですよ。もう日本のこう、ジャイブシーン、ボトム、あの、ウェーブシーンがかかってますからね。あなたの方にみたいな。そんなお嬉じゃないか。えー、とにかく自分が楽しくなるんですよ、これ。あの、コンバージョンできたを、あの、すると、本当にジャイブって失速しなくなるし、チンの回数も全然少なくなってるんですね。オーバーでもアンダーでも同じような形でできる。体で脳臓されますからね。失速しなくなる。ね。これはあの、前乗りと、もうセリングゴムと全く全部こう、基本原理は一緒なんですよ。自重移動。 そこを覚えちゃえば自然となるっていうことなんだけどね。だから、単純に考えるとそんなに難しくないです。ええー。細かいスキルを追っていっちゃうとすっごい難しそうに感じるけど、実言うと単純だっていうことなんですね。だから簡単だと思ってやってください。ええー。あのー、一年目よりもれば覚えちゃうないぐらいの気持ちでちょっとやってもらえればいいと思います。ええー。意識することが大切ですけどね。ええー。あの、よくいるんですが私できないって最初から言っちゃう人。うん、まあ、あのー、多分一生できなくなっちゃうので。 えー、できると思えば、できます、えー。単純ですから、実を言うと。あんまり深く考えて、難しく考えるとできなくなる。ああ、そうすると私にはできないって話になっちゃいますんで、もっと単純で簡単なもんだと。ただ、私はそれを知ったから、今度は知ったのを形にするっていうことをやれば、多分一1年ぐらいの本当に身につくると思います。本当にね、日本にいないんですよ、そんなにこう、このコンバージョンでしっかりできる人は。うん、だからこれをしっかりして、もう頭に入ってますから、えー、それを意識してやるだけか、やるだけ。 で、それが、一人、二人、二人、三人、四人って増えてくる。そうすると、それを真似する人が増える。一人、二人、三人。そうすると、日本の半分、七割、八割の人が、ものすごいジャイと海外から来た人が、日本って、すごいよね。みんなジャイブうまいよね。波のも変わったよね。 うわ、変わったよね。っていう話になります。ちょっと熱くなっちゃったね。この辺で話やめましょう。<laughs> これじゃないですけど、もっともっと長くなっちゃいますので、ね。えー、本日はコンバージョン。とにかくコンバージョンを徹底的に奪えよう。ということです。ぜひ、えー、その第一人者となってください。あなたがね。えー、ほんで全国に広めてください。えー、頑張っていきましょう。楽しくやっていきましょうね。はい。ありがとうございました。